私からは社長が常々申し上げております、愛車を作り続けるためのトヨタのもっといい車づくりについてお話をさせていただきます。トヨタのもっといい車づくりは、現在、TNGA とカンパニー製の両輪で進めております。車のポテンシャルを大幅に上げた上で、賢く共用化するのが TNGA。車種ごとにこだわりを持ち、愛車づくりを実行するのがカンパニー製でございます。直近の取り組み状況についてお話をいたします。まず TNGA です。車のベースとなる基本部位をすべて一新し、お客様が一目見てかっこいいと思っていただける魅力あるデザインや、一度乗ったらずっと乗っていたいと思っていただけるような気持ちのいい走り、そして安全・安心や燃費など、お客様の愛車のベースとなる基本性能をや商品力を大幅に向上させています。そして全体最適を考えて、グルーピングして共用化し、効率化や原価低減にもつなげております。この絵に示すプラットフォーム、パワートレーン、そして主要コンポーネントなど、車の基本性能を決める機能部品が TNGA 部品であり、車両原価の約6割から7割を占めております。次にカンパニー製です。TNGA でポテンシャルをアップさせたシステムや部品をベースとして、各カンパニーが車種ごとにこだわって愛車に仕上げていきます。例えば、レクサスはブランドや高級感に徹底的にこだわり、ミッドサイズビークルカンパニーは一人でも多くのお客様の笑顔にこだわり、TC カンパニーはコンパクトでお求めやすさにこだわり、GR カンパニーは気持ちのいい走りにこだわるといった具合です。そして、プレジデントがトップダウンで意思決定を行い、企画、設計、生産技術、製造が四位一体のワンチームとなって、お客様に愛されるもっといい車に、一人一人が丁寧に品質にこだわって仕上げていきます。その結果、開発から生産開始までの効率化の効果も実際に出始めております。昨年、今年の TNGA の新型車はご覧の通りです。グローバルセダンのカムリ、レクサスプレミアムの LC、LS、そして先々月販売開始したクラウン、カローラスポーツなど、いずれもかっこいいデザイン、気持ちいい加速やハンドリング、質感の高い乗り心地、そして先進の安全装備、コネクティッドなど、お客様、雑誌、そして皆様方からも大変好評を得ております。また、この上の3つの車種のプリウス PHV、SUV の CHR、ハッチバックのカローラスポーツは、すべて同じ TNGA 部品でできております。つまり、TNGA により、セダン、SUV、ハッチバック、ワゴンなど、さまざまなボディバリエーションの派生車両が、開発・生産しやすくなっております。一方で課題も見えてまいりました。お客様からは、いい車になったけど、価格が少し高くなったのではとのご指摘もあります。大幅な性能向上や先進安全装備等、商品力装備も上げておりますが、まだお客様目線に慣れていないということかと思います。また、今後の規制強化や情報化、知能化、電動化が進む中で、トヨタが生き残っていくためには、さらなる競争力アップ、スピードアップ、経営基盤強化が必要となります。お客様にとってかけがえのない愛車をご提供し続けるために、今後はこれまで以上に商品及び TNGA 規格の強化、先行技術開発、そして愚直な原価低減、開発現場への TPS の導入など、TNGA を進化させていきます。また、これらの仕事の進め方や働き方改革を通じて、人材育成も進めてまいります。車づくりの競争力は、人とチームの競争力に他ならないからです。このような改善を進めながら、当社は TNGA によるもっといい車づくりの市場導入をご覧の図のように広げ、2020年頃までには約半数の販売車を TNGA モデルへ切り替え、グローバルで約30の工場で生産していく予定です。さらに、知能化やコネクティッド技術の進化により、より一層の商品力、競争力の強化を図ってまいります。少し余談になりますが、この上の写真は、私が学生時代に2代目セリカを買い、親友と北海道に行った時のものです。私にとってはセリカはかけがえのない相棒で、愛車セリカにたくさんの思い出を詰め込んでトヨタに入社し、40年間、車の開発に没頭してまいりました。先日発売した新型クラウンは、挑戦と革新によって進化を続けてきた日本を代表する高級車、カローラは世界中のお客様に親しまれる世界一の大衆車です。下の写真は、初代クラウンとカローラを運転した時のものですが、ハンドルを握った瞬間、自然に笑顔になりました。技術進化はあれど、一貫して守っているそれぞれの DNA は、たすきとして初代から受け継がれていて、変わっていないことに気づいたからです。トヨタには、クラウン、カローラ、ランクル、ハイエース、センチュリーなど、50年、60年と続く歴史の長い車が多い理由は、ここにあるのではないでしょうか。このように、お客様を自然と笑顔にさせる愛車というものは、時代や技術が変わっても変わらない、普遍的なものだと思います。これから情報化、知能化、電動化が進み、車はもっともっと便利に安全に、地球環境に優しくなります。モビリティもあり方も、ビジネスのあり方も変わっていくと思いますが、トヨタは愛車にこだわり続けた車づくりを続けてまいります。愛車のポテンシャルを作るのが TNGA。どんな愛車に仕上げるかはカンパニー制でございます。最後になりますが、この車をめぐる100年に一度の大変革を、トヨタは大きなチャンスと捉えています。愛車にこだわり続けたもっといい車づくりに加え、お客様にこれまで考えもつかなかった新たな価値をご提供するとともに、事業を拡大していく絶好の機会として、情報化、知能化、電動化へ戦略的に経営をシフトさせていきます。近い将来、車は今まで以上にお客様に寄り添って、お客様のことをより深く理解する相棒へと進化していきます。また、E パレットのように、あるときはお店、あるときは診療所、あるときは生活の場として機能する、車と生活、車と社会がつながる、そんなコネクティッドな未来が近くに控えております。私たちトヨタは、そのような未来のモビリティ社会を、誰にも負けない世界最高の技術力と発想力で、現実のものにしていきますので、ぜひご期待いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。